はい、マスカド今日の課題です。平行の直列接続とやってみましょう。1オームから100オームまでの抵抗を100個直列に接続すると何オームになるかということで、答えは5050であって、まあ小学校とかでも1から100と100から1までの101の100倍だけども、2倍になるのはいいではあるとというふうに言ってますけども、ここの開業というところが長い数式を開業するためなので、数式のところの演算子の方程式開業と、これを使うと、次の行へ行って足し算か、次の行へ行って引き算か、次の行へ行って掛け算か、次の行へ行って割り算と、いうのが使えるので、まあ、ここでは次の行へ行って足し算というのを使っております。で、これはまあ普通の計算の方法の長い式を折りたたむ方法と。別の作戦です。シグマを使うと。演算子の中にシグマありますので、相和とか相乗というのがあるので、これ使うと。いうんで、i が1から n まで i を足せと。いうので、1から100まで足すと5050と。これとたった1個のやつでできます。3番目の方法です。i として1から n として、この演算子の整数で範囲1から n と。で、n は今100までになっているので、1から100までと。で、p の i、これ相乗の i やね。相乗は例によって、この行列の相乗というのを使っているので、p の i 番目には i が入っとると。んで p を書いてみると、1から始まっとるんだけども、0からあります。これはまあ、計算というところの、行列を最初0から始めるか、1から始めるかというのが指定されて、普通は0からなんで、1から100までを定義しても、0にはまあ、0が入っていると。いうんで、どこからどこまでと書かなくても、シグマってやるだけで、0は足しても変わらないので、同じ答えになります。1、2、3、4番目です。Excel のシートを作っておいて、1から100を入れておいて、それを読み込んでみようということです。Excel のシートは、Excel として、ここに1から100まで入ってます。これはまあ1、2ぐらいを入れておいて、ここで右下黒矢印で下へ持っていくと、どん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 コピーされるというのを使って1から100までと。これを保存すると。で、さっきのマスターのファイルと同じところにそのエクセルを置いておいて、リードエクセルとしてやると、この最初の範囲が読めると。いうんで、今ここに読めと書いてあるんだけども、これはイタリックになってないということは、リードエクセルという関数で、どこどこのファイルのシートの1番目の A1 から A の100を読み込めと。その結果をデータに入れようということになっていると。で、これは計算としてやると、プログラムが実行されるので、データの中には、最初に0が入ってないのに注意と。1から100までが入っていると。この点々点って書いてあるところをこうやってクリックすると、0に1で99番目に100が入っているそうだなと分かるけども、このが見たかったら指の形にして、そうするとこのスライダーが出てくるので、下の方へやってやると、最後は100と分かると。んで、シグマのデータとして、どこからどこまでやらなくたって、もう全部出してくれるので、OK。さらに、免許改善のやり方と。S としてオリジンを入れておくと、
さっきこれが0から始まっとるか1から始まっとるかというのを自動的に検出してくれると。で L としてラストのデータってやっていくと、これが何番で割っとるか、99番で割っとるということを検出してくれるということで、 I を最初から最後までデータの I 番目を足し算すると、100個でなくっても自動的に、計算してくれるということになります。ちょっとやってみましょうか。さっきの Excel をもう一回立ち上げて、せっかくがさっきのファイル、これと1から100まであるので、これを50までしてみますか。デリート消えない。デリート、あ、これ消えたか。上から選んどけみたいですね。はい、消しました。消したので保存します。で、保存し終わったので、マスカットへ戻ります。まだ100まで残っとるんだけども、ここで再計算をやると。そして今エラーになっとるのはおそらくですね、この Excel がまだ動いてるよというせいだと思います。だからこの Excel を保存した後に、終了すると。終了した後でもう一回計算してみると、0から99が、あ、ここが100になっとるので、99までになってしまうということなんで、ここを50までに減らしてやると。そうすると、自動的に0番目から49番目で1275と、な答えというふうに出てくると。本当かなと思ったら、ここのやつを50にしてやると、1275なので、合ってると。いうふうにして、データの長さがよくわからんときには、この作戦をするといいですけども、その時にはこのリードエクセルのここの端っこのやつが、これとアットランとダメということはあります。で、並列回路であったら、逆数和の逆数とすればおしまいと。あと全く一緒と。それが掛け算であったら、シグマの代わりにファイとすれば全く同じようにして、計算ができる。で、今消したので、ここら辺になんかエラーみたいな感じになったけども、ここを50までとして計算し直してやると正しい答えになると。こっちも50にしてやると、3×10 の64乗という正しい答えになると。はい、以上で。